こんにちは、カラソリの小次郎です。お前先生です。今回の動画では当たり負けをしないようにするための体の使い方をテーマに発信していきたいと思います。せっかくタイミングよく攻撃が決まったけど当たり負けをして体が崩れてしまったことでポイントにならない場面っていうのが結構あったりすると思います。そういう時に同じような体格だったとしても当たり負けがしない人とする人がいる、まあ、違いがあったりすると思うんですよね。で、まあ、もちろん体格の差とかはあると思うんですけど、やっぱり当たり負けするかしないかっていうところの体の何が違うのかっていうのを理解するとなんとなくその違いというか対策が打ちやすいのかなというふうに思いますので、今回その辺をちょっと紹介していきたいと思います。ということで、早速、その当たり負けをするしないの話になるんですけど、当たり負けをしてしまう選手の特徴として、骨盤が後ろにこう傾いて倒れてしまっている、まあ、後傾っていうんですけど、後ろに傾くことを後傾、そういうふうに落ちてしまっている状態っていうのが、特徴として挙げられます。その状態にあると、はい、骨盤ちょっと後ろに倒した感じ。友井先生はどっちかっていうと前傾してる状態なんですけど、この後傾した状態で、力を加えた時にちょっと耐えてください。頑張ってこう耐えようとしても、はい、突きの時って手が前に出てると思うので手前に出して、あ、こっち、はい、でそれで耐えてくださいね。頑張ってもこういう風に耐えられなくなってしまいます。逆に、骨盤をじゃあ後傾してたものを立てる前傾させた状態を作ると、それだけで結構耐えやすくなります。体がさっきと同じぐらいの力で押しても体が耐えられる。手も出してもらって、これを押しても下がってはいるんですけど前にこう前で押さえやすい。さっきより全然力がこうグッと耐えられるっていうのが、生まれてきます。はい、それはどういうことかっていうと、人間の体の中でこの仙骨って骨があります。でこの仙骨って骨がに、動物でいうと尻尾みたいな位置になるんですけど、その仙骨が、骨盤が後傾することで一緒に落ちてしまって、動物でいうとお座りをしたりとか、あとは、天敵に襲われたりしてひるんだ状態、びくみたいな、そういう状態になってしまうと、そのままこうどちらかというと前に飛びかかるっていう動きができなくなってしまいます。ですので、お休み状態とか、襲われ状態になる状態になっているのが後傾した体が後ろに、骨盤が後ろに倒れた状態になってしまいますので、どちらかというと襲いかかる時とか、捕まえる時っていうのは尻尾をグッと起こして、さらに骨盤もグッと起こしてで攻めていくので、空手の動きをやっていく上でも、骨盤仙骨っていうのを体を起こしてあげる、その状態で当たり負けしないようにぶつかり合うことでドン、当たりあったとしても当たり負けしないので、的確な技であればポイントになるっていうふうになってきます。ということで早速、後傾をした状態と前傾をした状態の、突きの違いもちょっと実践してやってみたいと思います。早速いきましょう。はい、まずじゃあ、後傾した状態で中段突きでじゃあ当たります。引き手まで体で当たってきた場合、ちょっとやっぱりこう押されてしまう、圧力にこう押されてきてしまう感じがあると思うんですけど、では体を骨盤を前傾させていく、はい、多少こう前で押さえられてる感が寝られるかしら。そうそうそう、ああいい。じゃあ今度後傾して、はい、普段ちょっと違う姿勢なんで難しいかもしれないですね。はい、こんな感じでなんとなくこう見ててもしっかりと前傾をして前で押さえることができると、力がこう前に伝わってるのも見ていて分かっていただけたかなと思います。はい、そんな感じで骨盤の後傾前傾っていうところをちょっと説明したんですけど、ご自身でできるメニューとしては、まずその場で骨盤に手をこう当てます。で、その状態で自分自身の骨盤を触ると分かると思うんですけど、この腰骨の位置ですね、腰骨を持って、後ろに傾けた状態、後傾と、立てた状態の前傾、この動きを自分で導けるように、さらにこうコントロールできるように手を当てながら
使ってみると、あ、こうなった時が後傾で、あ、こうなったら前傾してるんだなっていうのが体感できると思います。まずこれをそもそも動くようにするっていうのがすごく重要になると思います。で、バランスボールとかあるといいんですけど、これはなんかヨガのなんていうんだっけ、ホイール、ヨガホイールっていうんですかね、まあ、こういうのもあるんですけど、バランスボールとかでも全然 OK です。こういうものを使って座った状態から後傾をさせて、下に落とす、前傾をさせて骨盤を起こす、後傾で、丸める、前傾で起こす、こういう骨盤の動きを、練習してあげると、こう起こした状態っていうのが、あ、こういう状態かっていうのが分かると思います。で、普段が後傾しやすい人っていうのは、この起こした時に結構維持するのが大変に感じると思います。この時に使う腹筋だったりとか背筋だったりっていう、この維持をする筋肉っていうのも普段抜けてしまっている筋肉になるので、この骨盤の動きを使いながら、あ、ここ使ってるなっていうのを感じていくと、その後傾前傾の動き両方使えるようになると思います。ぜひこれやってみてください。はい、ということで今回は、当たり負けをしないようにするための、体の使い方っていうところをテーマに発信してきました。まあ、もちろんですね、上下の一致をさせたりとか、体自体を前傾させていくとかっていういろんな方法があるんですけど、特に骨盤の状態っていうのが当たり負けの上ではすごく重要になりやすい、特に骨盤が 寝てしまってる人っていうのは多いので、攻めるときは起き上がる、まあ、もちろん下がるときとかはこう後傾別にできるみたいな感じで、その時々でしっかりと動く状態作りっていうのを普段からやっていくと、パフォーマンスアップにつながっていくと思います。はい、そんな感じで、今回の動画は以上にしたいと思います。もし今回の動画良かったと思っていただけたら評価ボタンをお願いします。このチャンネルでは空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり悩みを解決するような方法をお届けしています。他にも知りたいことなどありましたらコメント欄に書き込んでください。チャンネル登録ぜひお願いします。LINE アットをやっております。そちらから、最新の情報だったり限定情報などもお届けしてますので、気になる方はぜひ、友達申請お願いします。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。